さて今週も、初出走馬ジャッジの方をやっていきたいんですけども、はい、分かりました。3月2日土曜日よろしくお願いいたします。はい、どこから行きますか。関東の中山からよろしくお願いいたします。分かりました。中山1レース、4番、ベイシプリンプリンっていう馬がいるんですが、はい、全然動いてないですね。 C もうこれも、はい、これは切り対象で分かりました。それから2レース、これも1頭ベントでグロリアっていう馬がいるんですが、9番の馬ですね、はい、これも全然動いてないので C が多いですよ。あ、多いですか。もう分かりました。もうではサクサクと、うん、サクサクといきましょう。はい、で中山の3レース、はい、これが比較的初出走馬が狙えるレースかなって感じがする。まずね、一番いいのは16番のクリノジーニアスですね、はい、かなり調教動いてるんですよ。姉妹も馬なり力で11秒9で切れてますし、うん、B プラスが打てるかなっていう感じがしていて、はい、もう未処理戦なんで使ってっていう感じもあるんですけど、うん、ただ中山のダート戦2で大外枠っていうこの枠順もいいですよね、うん、確かに。なのでワンチャンなくはないかな、うん、切れ味もあるし、はい、ある程度スピードもある馬なんで、なのでまあ単服狙ってみても面白いかなっていう気はします、うん、はい、というわけで16番 B プラスで、あと1番クラウンチャンス、はい、これもまあまあ動いてるんだけれど勝ち負けまではどうかって感じがするので、で4番ココケ、これは C、 初出走馬で狙いそうなのはクリノジーニアスだけですね。わかりました。多分人気にならないんで、はい、人気薄だと思うので、はい、ちょっと買ってみたら面白いかもしれません。わかりました、はい、次に行きましょう。中山の4レースですね、はい、4レースは9番のリビングカラーっていう馬がいるんですが、はい、調教はねまあまあ動いてるんですよ。うん、で初出走の不利はあるんですけど、はい、やっぱり血統的にもチチカルゴルニアクロームなんで、はい、ダートの18なんてぴったりですよね。確かに。なので B をつけておこうと思います。軸馬からの相手の抑えに行こうって感じですね。わ、うん、かりました、はい、では次ですね、はい、5レースですね。5レースですね。4番ミダースっていう馬がいるんですが、まあまあ時計は出てるかなと。これまあまあ83秒に51秒8、11秒8を馬なり余力で出してればまあまあ十分いい時計だとは思います。はい、なのでまあ一応 B、うん、一角どっか崩してきてもおかしくはないかなっていう、キングジョッキーのこれあたりを相手にワイドとか買ってみても面白いかなっていう気はします。以上で。わかりました。これもこれで終わりですね。わかりました、はい、では続きまして阪神で、はい、わかりました。阪神の初出走馬があんまりいいのがいないんですよ、まあ、全体的にはまあいい。そうなんですよ。くないとおっしゃってますね、うん、さっきの中山のやつはちょっとダート戦2の大外が、うん、あれはちょっと一個狙いワンチャンあるかなっていうぐらいで、阪神1レース、はい、2番ダンスオブセヘルっていう、はい、これルメールジョッキーの馬なんですよね。ってことはなんかなかなかいい感じしますけどね。うん、なんですが動きを見る限りは B までだと思いますね、はい、ちょっと頭から狙うのは無理かなっていう気が、まあ、ルメール人気するんだったら切っちゃってもいいかなって感じがします。はい、わかりました。続いて阪神2レース、2レースです。7番のドレスウェルっていう馬がいるんですが、はい、チニスタミニスターのいい子だと思うんですけれど、はい、でも調教はあんまり動いてないですね。あ、今、まあ、52秒6、13秒4の1敗っていう販路が、はい、まあまあなんですけど最後ばっかり止まってるしね。確かに勝ち負けできるとはちょっと思えないですね。 C、 わかりました。では続きまして阪神3ですね。3レースも3番のソーニーイシューっていう馬がいるんですけど、はい、これも全然動いてないので、はい、C。それから4レース、4レースね、結構いますね。4レースは4レースは4頭いるんですが、はい、ヤマニースターダム動いてないし、はい、10番ドムスアウレア、これも動いてないし、で13番ハセノビーバー、はい、まあまあ動いてるかなと思うので B とはいえ勝ち負け狙えるとは思えないですね、うん、そして大外枠18番のマハラン、これもまあまあ動いてるのでこれも B にしようと思いますが、うん、はい、まあ押さえていこうって感じですね。なるほどです。はい、わかりました。では続きまして、阪神5レースですね。はい、7番ロンギングキーで馬がいるんですが、動いてるようには見えないので、まあ、これも C ですかね。 C ですかね。はい、わかりました。阪神はこれで以上ですかね。はい、わかりました。では小倉の方に移らさせていただきます。では、小倉1です。よろしくお願いいたします。はい、5番フェブラリースカイね、3月になっちゃったんでね。そうなんですね。なんかあんまりフェブラリースカイって感じしないですよね。はい、まあ、まあまあまあ動いてるんで B で、おまけにこれ小倉得意単内ジョッキーなんでなんかうまく持ってきそうな気もするので、うん、ちょっと狙い目のある B ですねこれ。それから10番プレミアヒロイン、はい、これは C です。あ、C なんですね。これは無理でしょう。まあまあ入れてみるなら5番って感じですね。相手そんなに強いやついないんで。あ、
そうなんですね、わ、はい、かりました。では続きまして、7レースにいますね、はい、7レース2頭いるんですが、6番ウィズキッド、はい、これは C です。 C で、7番ポーズマン、はい、まあ、ポーズだけかもしれませんが B です。 B です。まあまあ動いてる。ジャッジとしてはそんな感じですね。わかりました。はい、明日の初出走のジャッジはあんまり狙えるっていう、まああんまりいなくて、はい、切り馬予想みたいな感じですね。そうですね、まあ、1点でも点数を減らせる材料として皆さん、ね、使っていただけたら嬉しいですね。ぜひともこの動画を参考にしていただけたら嬉しいので、ぜひとも、はい、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。